漫画喫茶で女って話してなんで知ってんの。あ、そうだ、俺なんだっけな、この前そのなんかなんだっけ、その競輪の配信した時にさ、誰だっけ、お坊さんっていう人がなんか風俗に金使いまくってお金ねみたいな感じで言ってたのね。うん、そう、この前、うん、お坊さん、応募 OBO っていうお坊さんね、なんかやっぱゲーム実況者の人よ。うん、おばさんじゃないで、そう、お坊さん、お坊さんじゃないです、おばさんでもないおばさんでもお坊さんでもないんだけど、なんだろうな、で、その最近なんかダメなんすよねみたいな感じで、なんか風俗でお金使っちゃってもう全然貯金ないんすよみたいなこと言ってたから、だから俺はその省エネでそのなんだろう、風俗を楽しめる方法を教えたのね。満喫なんだよ、満喫、満喫でオナニーするのと、ピンサロとか風俗で射精するのってなんかちょっと似た感覚があるんだよ。うん、似た感覚、要は知らない見知らぬ天井で射精するっていう、うん、いう感じ。うん、そう、俺これもう今だから、もう時効だから言うけど、あそこってなぜかその満喫に置いてないのよ、ティッシュが。でも DMM の見放題のサイトとかが入ってるのよ、全部見放題みたいな、ストリーミング全部無料みたいな。うん、そう、おかしくねあれ。うん、いや俺の言ってたそのバグースは置いてなかった。エロ動画見放題なのにティッシュ置いてないから、これ禁止なのかなと思って、俺はトイレのトイレットペーパーをこうガラ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 ってやってここをヒエの蛇王演説権みたいにここトイレットペーパーぐるぐる巻きにして部屋入って、そのペーパーを全部剥がしてうおーって言って、もうどうなっても知らんぞ、巻き方を忘れちまったからなって言ってオナニーしてた。うん、そう、俺の蛇王演説権だった、それが俺職場の、だから俺職場とかももうなんか仕事が嫌すぎて残業毎日200時間とかやらせんのね。だからその1時間の休憩時間とかあったらもう携帯の、もうその時要は社員用の携帯ってガラケーだから、ガラケーの携帯をとりあえずオフにして、でその現場の近くにあったバグースっていうそのインターネットカフェに入って、でトイレットペーパーぐるぐるぐるってやって蛇王演説権にして、で DMM で抜いて、で出てきてもうすっきりもうテカテカの状態で現場に戻るっていうのが俺のルーチンだったの当時。うん、そうだね。うん、紙コップにするやつもいる。ああ、なるほどね。いや、俺はティッシュを、使い古したティッシュを、なんだっけな、紙コップの中に入れて、蓋をして、で、部屋のトイレ、部屋にティッシュ置きっぱにすると、ブラックリスト乗っちゃう可能性あるから、出たところの、その紙コップを捨てるゴミ箱に、スッと捨てて、証拠隠滅してた。うん。そう。それにはやっぱり徹底してるよな。やっぱり、出禁になりたくねえからな。うん。